今日は水素についてです。施術で使っている水素ボトルは販売していますか、素人でも使えるものですかという質問をいただきました。はい、まあ、答えから言うと販売してますし使えます。で、まあ、水素で、まあ、巷にいろいろあると思うんですけども、まあ、いい商品ってなかなか、ね、難しいんですよね。嘘じゃないけど本当じゃないっていう情報が結構流れていて、まあ、製品としてですね、まあ、実際こう出てはいるけども、まあ、人の体にこう到達するまでになくなってしまうっていう風な商品が結構多いんですよね。まあ、なくならなくても本当にこうほぼないっていう状況になってきて、でそれでも効果出るっていうのが、まあ、水素の、まあ、すごいところでもあるんですけども、僕らは水素を主にこう3パターンでこう使えるというか、3パターン以上あるのかな。まずはその吸引、鼻からこうカニューレで吸っていくというふうなものが一番効果的というか効率的というふうにされているんですけども、あとはその水を使うので、水でこう水素を発生させていくので、その水を水素水として飲むというこの2つに加えて、あとはこのアタッチメントを手作りで僕らが作ってるんですけども、まあ、施術用にこう作って使ってますと。多分この、普通はこれ、この先にね、ボトルがあって、これで吸う形になってるんですけども、まあ、これをアタッチメントに変えて、僕たちは直接体に、まあ、吹きかけるっていうような感じですかね。まあ、使い方をしています。多分これ、僕らみたいにこういうふうに吹きかける感じの使い方って、おそらくないんですよね。水素水をこう荒れてる肌とかにね、化粧水代わりに使うとかっていうふうな感じは、まあ、メーカー側も推奨してたりとか、確かに結果もすごく出るんですね。まあ、炎症期、ニキビとか、まあ、そういったところに塗ったりとかすると早く治るっていうふうな事例っていうのはたくさん聞いてます。筋肉の痛みとか、まあ、関節の痛みとか、まあ、そういったところにこのアタッチメントとか、まあ、直接ですね、吹きかけてみて、でそれからそういう使い方してるっていうのはおそらく多分僕らだけでだよね。他に見たことないですね。はい、しかもこの噴霧の仕方っていうのは岡村くんがやってみたんだよね、最初に。そうですね。これ実は、うん、水でも効果出るから、うん、まあ、理論的には結局水素のガスが中に入っていって効果が出るんで、うん、まあ、水平リーベイって習ったと思うんですけど、うん、一番水素がちっちゃな感じで軽くて、うん、肌とか服とかを通っていくはずなんで、うん、っていう形で当ててみたらあれ効果あるんじゃないかっていうね。はい、最初はその水素水を水素水チップっていう風な感じで、まあ、ペーパーですね、ペーパーにこう吹きかけて体に当ててやってたんですね。でそれもかなり効果があるっていうことがあって、そういうふうにやってたんですけども、やっぱり僕たちみたいな施術場っていうところでやると、やっぱ直接肌をこう露出しなくちゃいけないっていうことだったりとか、あと濡れるってこととか、あとは冷たいんですよね。なのでそういった面があって、まあ、やりづらさっていうのはあったんですよね。で最初はカニューレの鼻の状態直接当ててる。そうですね。頑張ってこう頑張って走ってて、でそれで、まあ、結果が出てたっていうところがあったので、じゃあこのアタッチメントを、まあ、メーカーに頼んだらやっぱりロットがですね、とんでもないでっかいロットになっちゃって、なかなか現実的じゃなかったので手作りしているっていうような感じなんですね。まあ、こういうふうに使えるというところがあります。で効果は僕たちが、まあ、確証しているというか、施術で使ってみても効果が見込めますし、症状が治っているというふうに言ってます。ただやっぱ基本的には日常のケアとしてカニューレで吸ってもらうというふうなのが基本的な使い方で、まあ、一番その効率的に水素を使う、使い方かなというふうに思っています。で従来 の, 水素を発生させる機材っていうのは結構100万200万とかっていうふうな機材って結構あるんですね。まあ一般家庭用というよりは、まあ、施術する方、サロンとかの、そういった方向けの、ものとして販売されてたりとかするんですけども、まあそういったものと比べた時も全然その水素濃度っていうのは違うっていうかね、
濃いものであって、まあ、なおかつこう持ち運びがしやすいっていうところにこだわって作られたもので、で、ちっちゃいからこそ、まあ、そういう何百万もするものではなくて、まあ、10万そこそこで買えるような商品になっているというような感じですよね。逆に言うと、それじゃ、これじゃないとダメだし、僕にとってはですね、そんな100万、200万かけなくても全然十分結果が出せるっていうか、まあ、それ以上に効果が出せるっていうようなものだと思っているので、非常にこう、押してます。極論僕の施術受けるよりも、この水素水っていうか、その水素ボトル持ってた方が、長期で見た場合には、結果が出せるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、生態の良さっていうのは、まあ、速効性で、すぐこう変化が出るっていうところが、まず一つベースとしてあって、あとは重力に対して人間っていうのは、負荷がずっとかかり続けて生活していて、歪みっていうのは必ず起こり得るので、まあ、そういったものの、そのメンテナンスという点では、すごく生態って優れてるんですけども、そもそもその筋肉の緊張が少なければ少ないほど歪みっていうのも少なく済むわけなので、その筋肉の緊張を少なくしてくれる要素としては、非常に水素っていうのは効果的だなというふうに感じています。なので、施術を受けながら水素を吸ってるっていうのは一番いいなというふうには思うんですけども、施術は受けられないと。まあ、そう遠くてちょっと受けに行けないとかっていうような状態でも、水素は非常におすすめです。で、また、ちょっとね、言っていいことと言っちゃダメなことがあるので、ここではちょっと、まあ、安全な話し方をしますけども、まあ、いろんな重たい病気の方も使われています。結構いい結果が、報告されているので、本当はもっと強い言い方っていうのもできるんですけども、まあ、そういった形で、まあ、僕らはそういったこともたくさん知ってますし、まあ、いろんな病気が、治りが早かったりとかですね、そういう事例もたくさんあるので、その商品自体にですね。なので、安心して僕たちも使っているというふうな感じです。で、まあ、商品自体に関しては、あとはその有名なね、まあ医学部といったらっていうふうなような大学の先生たちも、研究で使っている道具というか、研究資料として提出するときに、水素を、じゃあどの機械でね、発生させるかというと、このボトルで発生させたりとかするんですよ。まあ、そういった、まあ、エビデンスっていうのも揃っているような機材なので、まあ、安全性だったりとか、まあ、安心っていうところは、まあ、非常に他の商品に比べてもかなり高いんじゃないかなというふうに思うので、まあ、非常におすすめではあります。あと、水素の効果として、主に3つあるんですね。何?一つは、毛細血管を拡張してくれるっていう効果。うん、で、もう一つは、活性酸素をくっついて水に変えてくれる、うん、まあ、除去してくれるっていう効果と、まあ、あとはその、酸化しちゃった細胞を、還元してくれるっていう、この三つ。おぉ、素晴らしいですね。覚えてる。もちろんです。この三つなんですよね。で、主に、もっと細かいところがたくさんあるんですけども、主には、まあ、吸入すると、毛細血管を開くと。いうふうなデータが出ています。なので、全身の血流量が非常にこう、まあ、増えるというか、循環しやすい環境になるので、生体とはまた別な、そのやり方ではありますけども、循環促進というふうなものがあります。だからむくみだったりとかも解消したりとか、まあ、いろんな病気に関連する項目が循環ですから、まあ、そういった形で、吸ってね、すぐこう体が温かくなるとかっていうような変化も得られやすいかなっていうふうに思います。で、あとはやっぱり 90% 以上の病気の元っていうふうに言われている活性酸素の除去っていうのが、まあ、水素ってすごく効果的にというふうに言われてるんですね。で、抗酸化物質というふうなものもありますけれども、まあ、抗酸化物質って言い方変えると普通のものよりも酸化しやすい物質なんですね。なので、体が酸化するよりも先に、こう、活性酸素結びついてくれるっていうふうなものなんですけども、活性酸素も、じゃあ全部悪者かっていうと、全部悪者じゃなくて、まあ、いい、体にとって必要なウイルス系をこう除去してくれるとか、っていうふうな働きをするために、こう、体の中で活性酸素を作り出しているわけなんですけども、まあ、そうじゃなくて、体自体をこう錆びさせるっていうふうな、まあ、ヒドロキシブラジカルとか、まあ、そういったものを代表として、体にとって良くないものっていうのがあるんですけども、一般的な抗酸化物質っていうのは両方にこう結びついちゃうんですね。いいもの、体にとって必要なものも悪いものもどっちにもくっつきやすいんですけども、水素っていうのはその悪いものを特
定できるっていう、っていうか、化学式的に、そういうふうにくっつきやすい傾向があるんですよね。なので、その体に良くないものを除去してくれるっていうようなことがあるので、病気の予防だったりとか、まあ、体がこう壊れていくのは活性酸素のせいですから、壊れていかないから治っていくというような状況が作れるんですよね。なので、今現状病気とかを持っている方でも非常におすすめさせてもらっています。もう一つね、追加で言うとしたら、水素っていうのは副作用というか、体に悪い反応っていうのは起こさないというふうに今の段階ではされてるし、まあ、吸っててそういうふうに体がおかしくなるっていうふうなことを聞いたこともないので、まあ、そこは間違いないかなというふうに今の段階では思ってるんですけども、まあ、病気で、ね、治療しながら吸えますかとかって言っても、その辺は全然問題ないかなというふうには思っています。逆にやっぱり吸えば吸った分だけ効果が出やすいという形ですよね。うんうん、だからまあ推奨は30分とか1時間くらいっていうふうにはまあ言うんですけども、まあ、本当に1日7、8時間とか吸える方は吸ってても、その方が体としては良くなってるっていうふうなデータがありますから、最初の買ってね、最初のうちって体が錆びてたりとかしますから、吸えるだけ吸った方がいいっていうふうな感じで、僕らはお勧めさせてもらってますね。あと最後の、まあ、3つ目の効果としては、酸化還元の部分ですね。錆びたものをこう取り除いてくれるっていうところで、まあ、もちろん最初は活性酸素に対してこう結びつきをしていくわけですけども、まあ、それがある程度落ち着いて活性酸素がなくなってきたら、抗酸化っていうかね、酸化したものをその壊れてしまった細胞を修復する。でその時に修復っていうとなんかちょっと仰々しいですけども、壊れてるってことは錆びてるっていうことなんですよね。で、その錆びをこう外してくれるっていうのが水素の効果として言われています。で、これはすごく僕らも体感しているところで、吸ってる人のやっぱり症状の改善がめちゃくちゃ早いんですよ。うん。やっぱりこう症状があったりとか、長年、あるような症状っていうのは、やっぱり体の錆び、まあ、老化とも言われますけども、まあ、老化とちょっと違うような気はしてるんですよね。老化ってこう時間とともに自然に起こる現象なので、まあ、それとこう錆びることって別な話だと思っているので、ちょっと違うかなと思うんですけども、まあ、いわゆるその錆びていくことが老化というふうに今現代社会では言われているんですけども、まあ、壊れた細胞をこう入れ替えるためには、ターンオーバーとか、体の細胞が入れ替わるしかなかったんですけども、まあ、当時の僕たちの手段としてはですね。で、それが、まあ、水素を吸ってもらうことによって、極端に速くなる。うん。改善までのスピードが、ほんと3倍、4倍になるっていうふうな感じがありますね。炎症とかもすごく止まりやすいというか、炎症の痛み自体は、こう、スムーズにこう消えていってくれるっていうふうな感じですかね。とか、本当に、治りにくい五十肩だったりとか、ヘルニアだったりとか、まあ、そういった症状に関しても、普通よりは吸ってる人の方がもう断然早いというふうな状況になってますから、まあ、それもその酸化還元の効果なのかなっていうふうにこう実感しているところです。まあ、そういったことがありまして、その技術でね、手技でできないようなことをやってくれるというところで、手技では効果が、見込みが薄いなというふうに思った時に水素を使ってますし、ただそれは施術としての使い方の限定的なところで、本来は自宅でたくさん吸ってもらうというのが効果的かなというものなので、ぜひ気にされている方は、購入はもう激推しします。うん、一個持っとくとね、その後の病気とか、今の病気だけじゃなくて、その後の病気の予防っていうところだったりとか、疲れにくくなる。うん、だからスポーツ選手とかめちゃくちゃ使ってるんですよね。パフォーマンスが。疲れにくくなるので、日々のパフォーマンスが全然やっぱり違うってところがあって、まあスポーツ選手すごく使ってたりとかしますから、まあまあ一年持って毎日の疲れをね、その水素でなくしていくっていうような感じ。で、疲れっていうのも活性酸素なんで、だから活性酸素自体をこう除去していけば、まあ、疲れにくくなるし、疲れない体っていうのも出来上がるんですよね。だからそういったメンテナンスとしてはもう一番の手軽で、まあ、最高じゃないかな。今の段階では最高のものじゃないかなっていうふうに思います。ということで、ぜひ試していただけたらと思います。はい。熊谷さんに聞いてみたいことがあったらコメント欄にコメントお願いします。本日もありがとうございました。